国産の軟膏果汁を使用したすっきりごくごく飲める熱中症対策飲料。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いします。はい、本日ご紹介するのはサントリー食品インターナショナルより夏場に向けての熱中症対策飲料として2019年6月18日に全国で発売したサントリー天然水梅ソルティー、こちらをご紹介したいと思います。こちらは熱中症対策の飲料ということで、今力入れている商品ですね。こちらはサントリー天然水と梅を掛け合わせたすっきりごくごく飲める熱中症対策飲料であるサントリー天然水梅ソルティーをご紹介したいと思います。夏場は梅入りのおにぎりを選ぶや、現場作業の休憩中には、梅のお菓子を食べるなど熱中症対策として梅を意識的に取っているというお客様の声をもとに開発。サントリー天然水に、国産南高梅をの果汁、梅エキス、そして外塩などを加えた梅の味わいと程よい塩味、すっきりと楽しめる味わいです。パッケージは梅を分かりやすく配置することで、天然水ブランドの雪山をデザインし、夏の暑い時に嬉しい冷たく美味しさを表現しました。また冷凍しても美味しく、お楽しみいただけるということで、夏場のさまざまなシーンに水分補給におすすめです。ということでこちらをご紹介したいと思います。はい、美味しい塩分水分補給ということで、梅ソルティー、そして清涼飲料水となっております。26キロカロリー、炭水化物は 6.5 グラムとなっております。こういう感じですね。では開けていきたいと思います。さあ、こうなっております。さあ、でいただきます。あ、梅の匂い、うん、あり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 、これは水なのか、いや、え、でもスポドリーでもまたないのか、なんかスポドリーに近いけど違うんだな。梅水か、うん、梅の水、いや、とにかく美味しい。これはこれはね、何グラム入ってんのこれ。あ、540も入ってんのか。540かい。いやこれね、おいしい。あの、以前紹介したローグリナ、あれと同じ感覚ですよね。ほう、こんな感じがする。おいしいね。あ、おいしい、これ、うん、おいしい。そんな梅っていう酸っぱいっていうわけじゃなく、本当に甘い梅の味がします。これ個人的にです、個人的になっちゃうけども、でも怖い。これはそんな梅が得意じゃないって人でも、そんなに極端に梅は酸っぱいってわけじゃないので、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いな、ためになるなって方は、ぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば、こうやって喜びます。ではじゃあね。